こう一ゲーに引いでた選手が多くて、その一ゲーを徹底的に極めて頂点に上り詰めてくるのがフォークスの選手ってイメージありますもんねあ確かにそうですね、もう本当、もうもうほんとギータが、ね、出始めの時にちょうど僕、移籍して、彼が本当、レギュラー取った時きにん、あれ、彼は2014年ぐらいレギュラー取ったから、ちょうど僕が行った時にレギュラー取ったんですよね。 やっぱそれ見てたらもうずっとこの緊張感持って打席入ってたし、もう常に外されることを考えながら、絶対外されないようにと思って、もう1球へ対するこの執着心とか、この1打席に対するこの勝負のかけ方とかやっぱすごかったですね、ホークスの選手はね。それがやっぱりあの、僕4年間行って3回優勝したんですけど、 本当に強かったですね。で、ファイターズ、よくファイターズ時代によくこんな強いチーム相手に勝ってたなって思いました。えー、自分が実際そうやって入ってみてね、その組織の中に。